ステフェン・ダニエル・ロメロは、アメリカ合衆国アリゾナ州ツーソン出身の、プロ野球選手。ウトウミギウチ。オリックス・バファローズ所属。2010年の MLB ドラフト12巡目で、シアトル・マリナーズから指名され、入団。2011年は、A 級、クリントン・ランバー・キングスで、リーグ戦116試合に出場すると、打率。280.16本塁が、65打点。 16、投類の成績を残した。2012年は、a 久級ハイデザートマーベリックスで60試合に出場し、打率。357.11本塁が51打点、6投類の成績を残した。6月に、a 久級ジャクソン・ジェネラルズへ昇格。56試合に出場し、打率。347.12本塁が50打点。 6投類の成績を残した。2013年は A 級ハイデザートで開幕を迎え、5試合に出場。4月にトリプル A 級タコマレーニアーズへ昇格。93試合に出場し、打率277.11本塁が74打点8投類の成績を残した。オフの11月20日に40人ワーク入りを果たした。 2014年は開幕ロースター入りを果たし、4月1日のロサンゼルスエンゼルスオブアナハイム戦でメジャーデビュー。7番右翼手で先発起用され4打数無安打1三振だった。同年は72試合に出場し、打率は192ながら3本塁打、11打点という成績を記録した。2015年は出番が13試合に減少し、打率。 190.1本類だ。3打点という成績に止まった。2016年は9試合の出場に止まった。打撃面では打率。235.3打点を記録。守備は左翼で6試合、右翼で2試合のほか、1試合のみ1塁手にも入った。マイナーではトリプル A 級タコマのみでプレーし、106試合で打率。304.21本類だ。 85打点、オプス0.902という成績を記録した。シーズン終了後に、日本の球団と契約する前提で FA となった。オリックス時代2016年11月24日に、オリックスバファローズへの入団が発表された。背番号は9。2017年には、春季キャンプからの校長を背景に、一軍公式戦の開幕から、4番、右翼手に起用されていた。 4月4日の対埼玉西武ライオンズ戦5回表に、タワダ・マコトサブローから NPB 初本塁打を放つと、4月9日の対北海道日本ハムファイターズ戦まで4試合連続で本塁打を記録。チームを4連勝と2014年最終戦以来914日振りの貯金に導いた。しかし、4月22日の対千葉ロッテマリーンズ戦8回裏の守備中に、 鈴木大地のファウルフライを追って一塁側のフェンスに激突。後に左膝大腿骨の座礁が判明したため、4月25日から1ヶ月ほど戦線を離れた。聖波交流戦から一軍に復帰すると、再び本塁打を量産。6月13日からの対広島東洋ガープ3、連戦では14日の第二戦で9号、15日の 最終戦で15本塁打を放った。オリックスの外国人野手が NPB1 年目に一軍公式戦で2桁の本塁打を記録した事例は2012年のリオ,オハル、以来である。後半戦序盤の7月下旬に一時不振へ陥ったものの8月2日の対福岡ソフトバンクホークス。8月4日には翌年からの3年契約を結んだことが球団から発表された。 交流戦期間中から交渉を重ねた末の契約締結で契約3年目の選択権をロメロ、球団の双方が保有。オリックス球団が外国人選手と3年契約を締結した事例は初めてで、レギュラーシーズン中の8月に外国人選手との間で翌シーズン以降の契約を締結したことも異例である。結局、 パシフィックリーグの最終規定打席に達しなかったものの、一軍公式戦1 0 3試合の出場で、T 岡田に次ぐ、チーム2位の26本塁打を記録した。2018年には、前年に続いて、レギュラーシーズンの開幕を一軍の4番打者として、迎えると、一軍公式戦119試合の出場で打率、237、25本塁打、63打点をマーク。 もっとも、前半戦では本人曰く、野球人生で初めて、という深刻な打撃不振に見舞われた。セパ交流戦が終了した6月下旬の時点では、60試合に出場しながら打率、214、10本塁打、26打点、得点圏打率、189というありさまで、4番から外れる試合も相次いだ。 リーグ戦の再開後から7月にかけて、2019年には春季キャンプ中に首を痛めた影響で、一軍への再合流は、レギュラーシーズン開幕後の4月11日にまで持ち越された。合流以降も、故障続きで、4月下旬には右内腹射筋、損傷、6月下旬には右腹射筋減少、9月1日には、対ロッテ戦での走塁中に膝を痛めて、 戦線を離脱。結局、一軍公式戦への出場は81試合の出場にとどまった。この年は3年契約の2年目で、打撃自体はシーズンを通じて好調。聖波交流戦では、最終規定打席へ到達するとともに、チームトップの5本類が打率273を記録した。シーズン通算でも打率305チーム2位の18本類だ。 63打点という成績を残したが、3年目への契約延長選択権の行使に必要な条件を満たすまでには至らなかった。前述した故障の多さを懸念した球団との間で、NPB への契約保留者名簿の提出期限までに残留交渉がまとまらなかったため、12月2日に NPB から自由契約公示された。 2020年1月27日に東北楽天ゴールデンイーグルスと1年契約で合意したことが発表された。オリックス時代に日本の野球を熟知しながら好成績を残してきたことを踏まえた契約で推定年俸は60万ドル。入団当初の背番号は99だったが、レギュラーシーズン開幕直前の6月12日からは空番扱いだった球を オリックス時代に続いて着用している。開幕後は打撃が、開幕の翌月には22日の対オリックス戦で NPB 全球団からの本塁打を達成した。12月2日に NPB から自由契約工事された。2021年1月8日にオリックスバファローズへの復帰が発表された。背番号は69、単年契約で、 推定年俸は1億3000万円。オリックス時代には毎年打線の中軸を担いながら故障で頻繁に戦線を離脱。自身の離脱がチームの失速や得点力低下に直結することも多かった。特別に日本語が堪能なわけではないが、自らのせいはカタカナで書くことができ、日本のファンへのサインにロメロとカタカナで書き添えることもある。 楽天遺跡後の2020年1月27日に第二子が誕生した。ありがとうございます。